ああ。何すか？クソダル。久しぶりのアドバンスド。正規版になって、ワールドが賑やかになって、病院も増えて、手持ちアイテムも充実。しかしノーマルモードもパーツのアンロック要素も撤廃。キャリアーモードの難易度変更も不可能で実質ハードコア化。正式版になってできないこと増えるとか思わなかったわ。こっちもなく潰すとかユーザーのメンタルに奇襲かけてくるもんな。ノーマルユーザー大虐殺だもんな。ぼやくっすねー。ぼやくよ。これも全部アドバンスドマウンテンゴリラのせいなんだ。ゴロワル。まあね、このゲームは買わせたら利益だから。基本無料のネトゲみたいにユーザーの継続を意識してないから。返品期間が過ぎたユーザーをいくら裏切っても平気なんだろうけど。荒れてるっすねー。パーツのアンロック要素は復活させたみたいっすけど。あのね、ミッションのシステムも変わったから、ぶっちゃけ意味ないのよ。初期パーツで近場の簡単な任務、アンロックを進めて複雑な任務。使えるパーツが増えていって、段階的に技術を高めていくって段取りが無算している。アンロック要素だけ復活させても、ミッションが対応していないから。ミッション達成できずにアンロックも進まない。レスキューミッションをこなせるまで木箱役立つの日々。レスキューするには役立つするしかない。散々ぼやいたが、カスタムモードで難易度を変えればある程度ノーマルっぽくできる。プレイ中にルール変更できるようにしたのは評価できるな。上から目線。エンジン一つに時間を無駄に消費するのは変わらんが、カスタムモードでノーマルっぽくするルールの変更。はい、難易度設定画面。ESC キーでメニュー表示から、右から2番目のカスタムメニュー。その中の無限電力と無限燃料を有効にすることでノーマルっぽくできないこともない。無限電力は電気ノードの接続を省略できるとかなんとか。で、キャリアーモードっぽくするには、無限資金とパーツのアンロックを解除。これでノーマル風味キャリアーモードに近くなる。ほえー。これでエンジンではなくモーターだけを使えばさらにノーマルっぽくなる。でも、ミッションは容赦なく上位パーツ前提だから注意な。で、次は炎症のシステムだな。あ、そうそう、ケーブルやホースをマニュアルで操作できるようになっている。この機能は普通に嬉しいな。で、なんすかこれ。エンジンの配管をロープノードで代用してクラフト時間省略したやつ。で、エンジンを暴走させると。これで動くんすか？スモールエンジンが発火するくらいにはフルパワーで動かせるぞ。まあ、吸気排気冷却などの接続は必要だし、動力は配管必須でノーマルモードのようにはいかないが。エンジンオーバーヒート。エンジン出火。ブロックを伝って炎症して、徐々に火災範囲が広くなる。放置していると、破損ブロックが増えていく。カフカ運転をしていると燃えると。それは客か。素で間違えた。高速艇のガッテンダーはエンジンのカフカをしがちだから、自動消火装置を装備させておいた。ガッテンダー怒りのカラッカシ。エンジン温度が100で警告灯が作動して、スプリンクラーも作動。それでも無理な回転数で回し続けると出火する。エンジンオーバーヒート。出火。即沈火。沈火させて。漂流船の出来上がりだ。でんでんで。チュートリアルで使う初期船がめっちゃクオリティ高い。いいっすねー。このね、これから自分でクラフトするであろう初心者の心をへし折るスタイル。あんたひねくれすぎっすよ。チュートリアルでスタボー並みにシンプルな船を用意しておかないでどうするよと。クオリティの高いメカを見せるなら救助対象の事故ったメカでもいいわけだから、初心者が参考にできるくらいのシンプルな基礎構成の船をあてがうべきじゃねえの。この船をワークベンチに持って行って構造を理解できる初心者がいるのかと。しかもチュートリアル後に容赦なく発生するミッションにはこのボートで対応しきれないものが多いとまで来た。文句だだもですねー。スタボーならこんな船でもいいんだよってなるが、こいつを見せられてから自分で造船しようとしても無理だろ。ノーマルモードのプリセットみたいな最小構成の船のプリセットもアドバンスドにはないし、こんな導入で初心者にプレイしろってのは酷だろ。正規版リリースとかアピってこれじゃ返品されてもおかしくないわ。ボロクソ言うな。さっきも言ったけど、課金ゲームじゃないから売れたらいいんだろうけど、返品期間内くらいは初心者が遊べるくらいの難易度を用意しておくべきなんだよ。ゲームユーザーはピラミッド式でライトユーザーが多数派だからな。ヘビーユーザーだって課金するわけでもないし。開発がこういうゲーム作りたいってだけだったんじゃ。そうやって開き直るならいいんだが、慌ててパーツアンロックシステムを復帰させたりするあたりでねー。手持ちのアイテムとか、ロープやホースの接続を手作業でできるのはすごくいいのよ。
本当にすごくいいのよ。病院とかワールドオブジェクトが増えたのもね、とても評価できるんだが、もろもろの大幅な仕様変更をアーリーアクセスの段階で試験するわけでもなく、正規版で突然の初心者とライトユーザー大粛清大虐殺かましたわけよ。ほえー、俺はアドバンスドもできるからダメージ少ないけど、ノーマルユーザーに対してアドバンスドマウンテンゴリラが煽る煽る。あのイキリゴリラどもはノーマルユーザーはアドバンスドが難しくてできないと思っているからな。違うんすか？アドバンスドは難しいけどノーマルはできるってユーザーも一定数いるのは確かだ。未熟を自覚して大っぴらには声を上げない人もいるため、実数はわからんが、俺みたいにアドバンスドも一通りできるが、エンジンめんどくさいってノーマルでやる人もいるわけよ。プレイする時間があればアドバンスドやるんだろうけどな。エンジンを理解して10席目とか作ると、エンジンスキーでもなければ時間がかかるだけで鬱陶しくなる。メカを作ってレスキューしたいのにエンジンに割く時間が多いのは本末転倒だから、エンジンを省略できるノーマルで遊ぶんだが、カスタムエンジンとか先行試験中っすけど、開発がエンジンスキーだからエンジン省略のノーマル出生でもしたんかねえ。オリメカでレスキューごっこしたい派だから、他のゲームの選択肢も限られて切るに切れない。アドバンスドからノーマルに移ってる間にアドバンスドの仕様も調整入って、エンジン出力やジェネレーターの負担が変わってて、アドバンスド時代の乗り物のほとんども調整が必要で、まあ本当にどうしようかねって。ゲームにハマってるところで取り上げられた状態だから不満度が桁違いっすね。9割が愚痴っすよ。まあなんていうか、狙ってやってんじゃねえかってくらいピンポイントで大打撃もらったから。ノーマルモードでノリノリで作ってて、正規版になったら解説含めてワークショップ公開も進めようかと思ってたところでだ。こんな仕打ちされてみ、普通にやめるぞ。ノーマルのキャリアモード再始動に向けたノーマル養殖パーツボート、これで基礎の全体設計を振り返ろうって思ってた。それを改造して初期ベースで使えるそこそこのサイズのノーマルボート、前回沈めたやつのベースっすね。これで浮力の調整や巡航用ロジックなんかを説明しようとしてた。で、航空機用汎用胴体、これ単体はアドバンスドでも有用できるっすね。これを使って初期のヘリポートで使える機体を用意して、それも解説するつもりだった。初期ヘリポートでスポーンさせられるタンデムローターヘリ、バートル風味。ノーマル用だから鉄くずなんだがな。エンジンとか配管虫のポン付けっすね。同じ基礎胴体で同じ仕組みのチヌーク風味、ノーマルでの試験飛行はそれはそれは使いやすい機体にできていた。操縦性が素直で使いやすいって喜んでたっすね。プチヌークと呼んでいた。プチチヌーク。準備していた企画では、こいつをアンロックしたパーツでアップグレードしつつ、パーツを解説していく予定だった。これも配管虫のノーマル仕様だから現状では鉄くずだ。設定を電力無限にしてミドルモーターをつなげるだけでいいんだが、アドバンスドでは普通に燃料と電力ありで作ってるからな。こいつもお蔵入りしか。アンロックシステムのようにノーマルモードも復旧したら使わなくもないが、ノーマルモード復旧の保証もないからアドバンスドちょっとだけやっておくべ。とりあえずこの20式初等船をアドバンスド対応させておこう。対応させました。一応初期パーツで船体を構成している。配管はホース接続で省略、動力はスモールエンジンが2つ、吸気口と排気口、冷却用ラジエーター、燃料タンクを追加、給油用のコネクターなども追加。船体各部にロープ用コネクターを追加して、各種携帯ツールを装備。ツール類が地味に重いんすよね。バラストほどではないが、ブロックとしては重い方だな。燃料タンクはスモールしかないし、初期パーツだとカスタムタンクも無理だから、航続距離は短め。おとなしく燃料無限にしておいては？まあ、アドバンスドを思い出す練習でもあるから。電力と燃料は有限で。エンジン始動、異常なし。エンジンはスロットルとジェネレーター、クラッチ、目標 RPS の3つのレバーで操作するようにしてある。燃費重視の低回転、速度重視の高回転。あと、ジェネレーター、クラッチとスクリュー用クラッチな。停船しながら発電、発電なし、バックに切り替えるときにエンスト防止で使う。エンジンはオーバーヒートしないようにリミッターをかけてある。消火装置がアンロックされていないから自動消火もできないんすよね。で、巡航用スロットル。操縦席の WS はリセット設定だから、これでステキーの代わり。RPS を指定している理由は燃費の調整のため。まあ、ミッション範囲がオールアンロック前提だから焼け石に水なんだが。ミッションに不満があるなら、自分で作るかワークショップから拾ってくるしかないな。問題はミッションオプションガルア対応になって素人が触りづらいってことすかね。ミッションをスポーンさせて、メカがミッション対応できるかの試験すら手軽にできなくされた。
どんどん続ける理由がなくなっていくな。ゲームに求めるカジュアルと、シミュレータに求めるリアルの要求が、開発の目指す方向とご主人の希望が真逆なんすよね。だからといって、折り目かでレスキューできるゲームないからな。あんた本当にいいかもっすね。続けるかは今後のアップデート次第かな。気が向いたら再開しよう。いつもの休眠期間っすかね。そのまま永眠するかもな。とりあえず今回はここまで。チャオチャオチャオー。